ヨーロッパ一位は、一位か一位族の新洋樹。西洋一位とも言う。ヨーロッパに唯一自生する一位族であり、英語では本来は単にーと呼ぶ。西洋文学で一位とあるのは原則としてヨーロッパ一位である。同族多種と区別するためにヨーロピアンー、コモンーという。なお、北米太平洋地域に自生する同族の太平洋一位タキサスブレバフォーリアも、 西洋一位ということがある。ただし、こちらの英名のウエスタンは西洋ではなくアメリカ西部の意味である。西洋、中央、南欧、北東アフリカ、南西アジアに自生する。古くはイギリスのロングボウの素材として一位材が使われることが多かった。また、材質が硬く、水を通しにくいため家具を作る材料にも利用される。果実は食用になるが、 一位同様に種子には毒があり、シャゲ薬、鎮害薬などに使う。アイリッシュユタキサスベコタファスティジェタをはじめとする多数の栽培品種がある。欧米では、低塩樹や街路樹などに植えられる。イギリスやアイルランドでは教会などによく植えられ、樹齢千年以上になった古木もある。パクリタキセルバや樹皮などに含まれる樹デアセチルバッカチン3は、 抗がん剤パクリタキセルの半合成原料になる。歯などから抽出するほか、樹木を利用せずに培養細胞から抽出することもできる。パクリタキセルは当初、太平洋1位から発見された化合物だが、ごく微量であり、利用はできなかった。そのため、似た化合物を十分な量含む種を探した結果、同族のヨーロッパ1位から10、デアセチルバッカチン3が発見された。 ありがとうございます。